おはようございます。速稼塾の久保です。さあ、ステージ塩ドライブ行ってみましょうか。暑いですね、随分ね。出発。ああ、ちょっと詰まってるな、道路かな。なんかちょっとだけ混んでるみたいです。今日はね、金融機関に行って企業会計のための通帳記入に行くんですよね。ちょっと経営してる会社がいくつかあって、で、経営するって言ってもこの3年本当にね、ほぼ無活動状態のところも何社かあるんですよ。まあ例の感染症のおかげでっていうか、せいで本当にね、なんか給付金もらうだけの活動しかしてない会社もあってね、何なんだろうと思っちゃいますよね。まあ売上は立つんですけども、実際の事業としては書類作っただけだよね。で、その同じ書類で審査を国、県、市に出すわけじゃないですか。通ったところと通らないところとあるわけなんですよ。ちょっと奇妙ですよね。まあでも本当にこういう時でも給付金というものがあるとわずかでもありがたい。事業したらね、赤字ってことがあるんですけども、給付金っていうのは売上を立てずに経費をかけずに必ずプラスなんで、まあ、金額的に少ないっていうのはね、正直あるんですよ。でも少ないと言えるのは常に黒字を出してる会社だけじゃないかと思うんですよ。だってね、毎月商売してたら経費倒れで赤字ってこともあるわけじゃないですか。特に実際の店舗を持っていたり、飲食店や従業員ね、こういった関係で、で、私の場合はね、経費が極限まで抑えられてるんで、基本的に経費倒れってのはまあ考えにくいんですけども、まあ、それでもね、やっぱりこう経費が上回ることってあるんですよ。固定費がでっかくかかる月ってのがありますからね。毎月サブスクみたいな感じで均等割で払ってるっていうのもあるんですけども、そうじゃない支払いもあってね、年に1回だけドーンと一括払いみたいなのがあったり、それからまあ会社によっては車関係のやつがどんどんどんと来るんですよね。10万単位で、まあタイヤを交換するのも経費になりますし、そうですね、ガソリンですよね。ガソリンも当然ですけども経費じゃないですか。ガソリンの金額も結構高かったんで、やっぱりまとめて払うとそこそこの金額になりますね。ということで、まず1項目、1つ目の銀行の通帳記入に行ってきます。